8月23日月曜日午後2時過ぎの東海道新幹線車内からの映像です。山陰近畿地方を襲った大雪の影響で東海道新幹線は上下線とも若干の遅れが出ているとのことです。積雪は見たところ3センチから5センチほどでしょうか。以前空には雪雲が深く重なっているのが見えます。